え、58歳で数年前にセミリタイヤしており、小さな会社を起こし、年収200万から300万で遊びながら生活をしています。貯金は約8000万、住まいは都心から電車で30分の駅から徒歩5分のところで100スットです。なんか、やけに詳細ですね。借金はありません。年金は分割したので13万月になってしまいました。こんな私は今後は楽しく逃げ切れるでしょうかはい。またはこんな私の状況でおす,すめの資ありますかよろしくご教授お願いします。貯金ってブ買っててなないんですねすねげえなインンデックスファンドに 300万で楽しく暮らせるだけのその趣味だったりとか生活の仕方を知ってる人なので例えば年金月13万になったとして126だから156万円貯金50万円切り崩すだけで年間200万円の収入になるわけじゃないですか貯金8000万円や,やばれば全然あの死ぬまでいけるのでもう逃げ切ったっていうカウントしちゃっていいんじゃないですかね逃げ切ったってカウントした方が多分人生楽しいですよ僕は早いうちからあもう逃げ切ったなっていうあの確信を持ったんですけど信を持つかどうかって思い込みなんですよね例えば 僕がが預けてる銀行が突然全部なくなくってしまいましたっていうとと1個の銀行あたり1000万円しかか保証されなないいいわけじゃないですか日本だとねっていう感じで、その実はお金ってなくなるかもしれないし、買った株の会社が、あの、全部倒産するかもしれないんで、ひょっとしたらそうならないかもしれないんですけど、多分大丈夫だろうって思い込んでるので、嫌な仕事をしないで楽しく暮らすっていうのをやってるんですけど、そういう感じの方が人生は楽しいと思うので、低いコストで暮らせるっていうの、人生そんなに長くないっていう。あと50年は生きないじゃないですか。100超えるまでは。そう考えるともう逃げ切ったって考えてもいいんじゃないかなと思います。